さあ、行くぞ。はい、皆さんこんにちは。リボン編集者グリード。リボンです。はい。はい。もうちゃんと挨拶したね。珍しく。うん、テイク2やから。ということで、本日も撮影をしていこうと思うんですけれども。はい。今日の企画はですね、私考えてきました。ユーボーさん。ちょっとお聞きしたいんですけど。朝はご飯派ですか？パン派ですか？パン。おー、パンが好きなんですね。パン好きよ。はい。私も、毎朝パンを食べてまして。パン美味しいよね。うん。ご飯よりやっぱ俺パンだなって思うんだけど、まあ、そんなね、パンの話が出たと思うんですけれども。はい。今回の企画は、地元都城で美味しいパン屋さんを探せ、パン屋さん巡りということで、今回はパン屋さん巡りでございます。都城にもさ、結構いろんなパン屋さんがねあるんですよ、うん、美味しそうなパン屋さんが。そうね、うん、意外と行かないじゃないですか。たまにしか行かない。たまに行かない。都城のパン屋さんね、好きやけどね。そうで、まあ、今回はその都城独自のパン屋さんに、なのでいわゆるチェーン店みたいな、全国的にどこにでもあるようなパン屋さんには今回はちょっと行かないんですけど、都城でやってるようなパン屋さんを今回はできる限り巡っていきたいなと思っております。なるほど。はい。まあ、時間の関係で今ちょっともう2時も3時前なんで。大丈夫この時間か、ね、なかなかパン屋さんも空いてなかったり物がなかったりするんで、うん、まあ、できる限り今回巡っていって、美味しいパン屋さんを探そうと思います。いいね、はい、最高。というわけで、ここはですね、早水公園のあやめのところかな、花がいっぱいあるところ、まあ、パン関係ないけど まず、1軒目ね、臨社っていう、パン屋さんに行って、この近くに早水公園があるんで、せっかくなんです、ここで男2人でいいね、パンを頬張ろうか。誰もいない誰もいないゴールデンウィークなのに、まあ、雨が降ってるってのもあるけど、もうちょっと時期が来れば花も結構いい感じに咲くのかな。まず咲いてないのかな、うん、まあ、というわけで今回臨社というね、ちょっとハード系のパンが多めに売ってる、うん、パン屋さんなんですけど、そこで、買ってきました。僕が買ったのがこちら、チョコチップとくるみかなんかが入ってる、まあ、ハード系の。あー、硬いね。そう、めっちゃ硬くない？結構硬いね。あ、潰れない。そう、ちょっとほら、ほんとや、めっちゃ硬いの。多分フランスパン的な感じなんだろうね。あー、に近い感じやね。あー、でも中はもっちりじゃん。うん、こんな感じ。結構これがおすすめされてたんで、うん、じゃあ食べてみようと思います。いただきます。うん、まあシンプルに結構歯ごたえがねあるから、脂って大丈夫。まあ食べ応え満点やね、うん、ただ美味しい。うまいね。くるみが入ってる。ハード系そんな好きじゃないと思ったけど、うん、うまい。これ何だっけ。それがクワトロのチーズかな。チーズが2種類使ってるね、うん、そんなにハード系じゃないね。いや、めっちゃやばかい。まあ、ハード系が、まあ、多いといっても、柔らかいやつもまあ普通に売ってる。うん。あー、チーズが2種類あるね。うまそう。どうですか？これはうまい。うまい。白いのもチーズ？全部チーズが2層あって、その上に蜂蜜か。蜂蜜もしっかりかかってるけど、チーズがうまい。めっちゃうまい。これ俺好き。いきなり大当たり。うん、これリピートする俺。もう結構きたね。柔らかくて美味しい。美味しい。ハードなパン屋さんやけど、うん、これはマウントレニアです。うん、パンといえばコーヒーやから。もうね、甘いコーヒー飲めんとよ。もう食べたいの？いや、いいけどさ。いや、いいよ、あげる。じゃあ食べたいの、あげるよ。いいですか、こんなに。うん、飲みます。うん、正直結構うまいやろ。うまい。うん、程よいね。そう、うん、これは美味しい。甘すぎず。うん、そうやってよ。1店舗目から俺いいの引いたわと思った。うん、いいね、やっぱ都城のパン屋さんはね。うん、いやー、1軒目からいい感じでしたね。そうやね、どっちも買いたいね、うん、ハードな方もソフトな方も。そうだね、うん、ハードな方は結構歯応えがあるから、ちょっと歯が弱い人とか
顎が弱い人まあ、そうやね、ちょっとね、中はもっちりでね、うん、その食感がいいんじゃね、硬いと柔らかいの、うん、食感と、ハード系のこういう硬いフランスパン系みたいなのが好きな人は、リンシャはめちゃめちゃおすすめということで、一軒目、リンシャでした。美味しかった。はい、次行きましょう。次行こう。はい、次行こう。お腹すいた。ということで、2店舗目行ってきました。2店舗目がアベロンというお店でございます。すごい分かりづらいところ、うん、分かりづらいとか、まあここパン屋さんなのみたいな、そういう感じのところなんだけど、でまあ営業がまあ3時から15時からなんですけど、うん、着いたのが15時ちょっと過ぎだったかなに着いたんですけど、もうめちゃめちゃもう人が入ってきて、ね、知る人ぞ知る、うん、本当に美味しいパン屋さんって感じ。ここはね、俺1回で食べたことあるんですよ実は。ここはね本当に美味しくて、ぜひね有望にも食ってほしくて買いました、うん、今回アベロンさんで買ったのがまずこちらです。クロワッサンですね。裏とかこういう感じになってて、ちょっとまあ平べったいけど大きい、そう大きさが結構ねあるっていうね。ちょ、車の中で食うのはちょっと怖いんだけど、これが多分これね一番人気なんじゃないかな。もう大体これ買っていったから、サワークリームのパンですね。店頭に並んでる時はここね普通のコッペパンみたいな感じだったんですよね。こういう切れ目も入ってなくて、だけどお会計する時にじゃあサワークリームお願いしますって言ったら入れてくれるんですよ、店員さんが。その場で切って、はい、こういう感じでクリームを入れてくれて、これね結構お客さんいたけど絶対これを買ってるみんな、これが多分一押しなのかな、はい、じゃあね早速このクロワッサン食べていきたいと思います。マジでうまいから、いただきます。お、結構サクサク、うん、これ甘いクロワッサンが好きな人は好きじゃないかもしれない。なんそれ、いきなりなんかもうネガティブな違う違う、その代わり、うん、すごいバターが効いてて、ほんとクロワッサン本来の味を、シンプルな味を楽しみたいって人は本当にこれ美味しいと思うはず。本当のクロワッサン好きはここの食べないと始まらんぞみたいな、うん、この音聞いてください。雨が降ってるもんね、今日ね。雨の音だね。すごいサクサクしてるんですよ、これ。どうぞ。うまいな、反対側から食うの。じゃあ、どうぞ。あ、いいね。バター。いいね、全然香るね。バターのいい匂い。いや、こぼれてるし。どうですか？クロワッサン。クロワッサン。でしょ。うん。ちょっと待ってめっちゃ壊れてんじゃん。うん、うまいうまい。あ、でも言いたいことはちょっと分かる。その甘い感じじゃないけど、うん、本来の、うん、クロワッサンの味って感じやん。うん、やべえ。うまい。一口で食ってくれよ。バタバタして、バタバタ。いや、そこでバタバタして。めっちゃこぼれてんじゃん。今バタバタしてって言ったじゃん。外でバタバタして、外で。なんでね。どう？いや、美味しい。美味しい。うん。子供にはちょっと受けが悪いかもね。甘い、うん、なんか甘い感じのね。ちょっとこう、コーヒーとクロワッサンでね、バター本来の 甘さ控えめなやつだったら、俺これうまいわ。うん。さあ、続いて。あ、まだ食べんの？サワークリーム。あ、食べんな。一応ね。じゃんじゃじゃーん。はい、こちら。サワークリーム。ベテのサワークリーム。本当にびっくりするぐらいみんな買ったのな。これね、気になってた。俺食ったことないから、これ。いただきます。うん。うん。うんしか言わないから。え、全然想像と違う。食感が美味しい。サワークリームがめちゃめちゃなんだろう、ちょっとした酸味があって、うん、まあ爽やかにね。美味しいよ。でも食べて。あ、何匂いする。さあ、パンやから。じゃあちょっとまず半分食べてみますね。いや、もう半分、なんで半分食うの。うん、美味しい美味しい。だからさ、生地がさ、なんかパンっていうよりかはさ、うん、お菓子みたいな。カレットじゃないけど、
うん、うん、しっかり系の生地、うん、でもね硬くない、そんな硬くないね、全然硬くない、バターか、バターがやっぱしっかり香るね、ここね、バターがね、うん、でフランサワークリームがうまいうん、もう2店舗まで思うけど、うん、パン屋さんでやっぱパンが全然違うね、違う違う、うん、全然違う、うまかった、うん、美味しい、うん、アベロンさんは南急大の近くかな、3時からやってるんで、ぜひ行ってみてください、クラさんとても美味しかったです、美味しかった、サークリーム美味しかったです、うん、はい、はい、ということで3軒目エクセル中島さんというパン屋さんに来ました、ただいまの時刻が、うん、まあ、4時前ということでパンがねほとんどない、うん、さすがにもう売り切れてるねもうそもそもこよくわかりません、はい、ということでよくわかりませんということで、うん、この時間から、まあ、この企画をやるっていうのが、まあ、そもそもなかなか厳しいものが普通の感覚あるんですよ ね、うん、まあまあまあ、でもまあパンはね買ってきたんで、はい、ちょっと王道なんですけどクリームパンですね、多分他にもいろいろパンはあるんですけど、まあ、この時間だと、まあ、クリームパンとか、まあ、クロワッサンとかいろいろあったんですけど、まあ、今回はこちらですね、じゃあ食べてみましょう、結構昔ながらっていう感じだよね、うーん、なんかね、早速食べてみましょうか、寝た、寝るな、はい、クリームパンですね、いいね、なんか確かに昔ながらって感じだね、ね、割ってみましょうか、おー、クリームだね、いいね、うん、パンってやっぱなんでこんなうまいちゃうのね、うまいよねパンね、クリームパンいただきます、うん、おいおい、これ使うだけだろぞお前うんまあ王道のクリームパンっていう感じの味だね、ああもうなんか想像通りって感じ、うん、まあまあまあクリームパンって大体こういう使えるこれ美味しい、うん、美味しい普通に、うん、いただきまーす、はい、もう笑しか出てこれ、ね、使いねこれやばい大丈夫、うん、あめっちゃ普通ちょっと演技ほら演技してほら、はい、じゃあ早速食べてみましょう、じゃあいただきます、うん、どんな、あ結構クリームが濃厚、あ、濃厚何我々ね、あの嘘はつきたくないんで、美味しいよ、美味しい、間違いなく美味しいは美味しいんだけど、うん、普通のクリームの美味しいだね、なのね、本当に美味しくないとかそういうのじゃなくて、クリームパンってやっぱさっきも言ったけどちょっと個性が出しづらいっていうかさ、うん、クリームパンだいたいこういう感じになるっていうのがあるから、まあ、結果クリームパンを買った俺らが悪い、うん、選択ね、うん、チョイスミスだと思う、うん、他のクロワッサンとかあっちの方が良かったね、クリームパンみたいな、 もしかしたら、うん、まあ、個性が出てちょっと違ったかもしれないけどっていうのですいませんでした次の店行きますか、あ、行こうか、はい、4店舗目、おお、来たね、来ました、お店の名前がキトリーっていうお店で、都城のオーバルパティオっていうお店が結構ね入ってる、丸々のそうだね、その辺中央通りの、まあ、上町に、あるんですけど、そこの中に入ってるパン屋さんに、うん、行ってきました、正直知らなかった、ここにパン屋さん、面白かった、うん、はい、こちらキッシュですね、キッシュ初めて食うんだけどさ、知らないの？結婚式とかでもよく出てくるわ、あ、そうなんだ、うん、今回が新玉ねぎとベーコンとチーズ、あー、うまそう、キッシュ、もう それだけでうまそう今までまあ菓子パンとかちょっと甘い系のパンが続いてたから、じゃあ早速いただきます、ガーって真ん中まで行った方がいいかもしれない、一口、うん、どんな？あー、もう全然違う、うん、あー美味しい程よいしょっぱさというか、うん、とキッシュちょっとね塩気が大体多いのが多いよね、うん、キッシュはね、うん、新玉ねぎがやっぱシャキシャキしてて、うん、でまあチーズのちょっとまあ塩味というかさ、うん、ベーコンの肉肉感、うん、これが全部マッチしててすごい美味しい、これ大絶賛してるよ
うまっ。美味しいね。うん。うん。新玉ねぎがうまい。やっぱ今まで甘いものが通じたから、こういうちょっとね、塩味があって、美味しく食べれました。うん。はい、やっぱね、夕方やったから、やっぱちょっと少ない感じがしたけど、そうだね、結構売ってたね、まだね。うん、まだ。はい。味非常に良かったです。うん。ということで、今回のパン屋さん巡りは、これで終わりたいと思います。うん。はい、まあ、今回全部で4店舗ね行きました。さすがにちょっともうお腹いっぱいなんで、うん、4店舗もあったら腹いっぱいよね。さすがにね、ちょっとね最初の方に2個とか食べてたからね、さすがにちょっとお腹いっぱいだったんで、今日はこの辺で、終わりたいと思うんですけれども、まあどのお店もね本当に美味しくて、お店それぞれのね味付けだったりこう焼き方とかいろいろあって、すごく面白かったなと思います、うん、個人的にはアベノンさんめちゃめちゃ好きで美味しいんで、皆さんぜひ押すね、押します。まあ好評だったら第2弾やりたいと思います。今回の動画は以上です。ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。